エモエモ、こんにちは、エモコです。今回は手のひらサイズの最強ミニパソコン Wecom Mini IT13 を使ってお絵かきや動画編集、ゲームなどが楽しめるミニマルな作業デスクを作りたいと思います。最近のミニパソコンは安くて高性能なので、お絵かきや調べ物くらいなら十分できるのですが、動画編集などの重めの作業は難しいので、サブのパソコンとしてちょっとした作業に使うことが多いと思うのですが、この製品は CPU が最上位の Core9で、こんなに小さいのに普通のデスクトップパソコンと同じくらい高性能なので、これならミニパソコンだけで全ての作業ができてしまうのではというわけで、今回は Core i9 の最強ミニパソコンの実力を詳しくレビューしてみたいと思います。この製品は今年で創立20周年の Wecom さんからレビュー用にご提供いただきました。海外のメーカーですが、日本の技適や PSE も取得されています。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、電源アダプター、HDMI ケーブルにモニターの裏側に取り付ける金具とお礼のお手紙が入っていました。本体は約 570g で片手で持てるくらい小さいです。スマホと比べるとこんな感じです。本体は丈夫なプラスチック製で落ち着いたブルーのシンプルなデザインです。正面には電源ボタン、イヤホンジャック、 USB-A が2つ付いていて、背面には USB4 と HDMI が2つずつに、有線 LANUSB-A の 3.2 と 2.0 が1つずつ、右側面に盗難防止用のセキュリティスロット、左側面に SD カードスロットが付いています。SD カードはカメラ用の大きいサイズがそのまま挿せるので嬉しいです。ミニパソコンにはモニターなどは付いていないので、パソコンとして使うには別売りのモニターやキーボード、マウスなどが必要です。モニターは4台までつなげるので、普通のモニターとお絵かき用の液タブを一緒に使えます。ミニパソコンは普通のパソコンの40分の1くらいの大きさなので、机の上に置いても場所を取りませんが、この製品はモニター裏のエサマウントに取り付けられるので、モニター裏に取り付けてみます。モニターアームを使っている場合はモニターのエサマウントが埋まっているので、このようなエサマウントを増やすパーツが必要です。これにミニパソコンを取り付けてモニターアームにネジ止めして、モニターを取り付けたらパソコンに電源アダプターをつなぎます。電源アダプターは高性能なパソコンを動かすためなのか、 120W と大きめです。あとはパソコンとモニターをケーブルでつないで、マウスとキーボードの USB レシーバーを取り付ければセッティング完了です。正面から見るとモニターが一つあるだけでパソコンやケーブルが見えないので、机の上がすっきりしてとてもいい感じです。電源ボタンを押すとパソコンが起動します。 OS はマイクロソフトの Windows 11 Pro が入っています。今回は私が普段デスクトップパソコンでやっているオフィスワークやお絵かき、動画編集、ゲームなどがミニパソコンでもできるのか試してみたいと思います。パソコンの性能は CPU が第13世代の Core i9、 メモリ 32GB に SSD が 2TB とかなり高性能になっています。簡単にベンチマークも取ってみましたが、電源アダプターの電力不足なのか、本来のスコアよりも少し低いですが、かなりハイスコアだと思います。グラフィックの性能は内蔵 GPU なので、高画質なゲームを遊ぶのは難しそうですが、画質を落とせば普通に遊べそうです。このパソコンは USB4 に対応しているので、 USB4 接続の外部 GPU でグラフィックの性能を上げれば、最新のゲームを快適に遊ぶこともできそうです。それでは実際に使ってみたいと思います。まずはブラウザで調べ物やレポートの作成などオフィスワークに使えるかチェックしてみます。このあたりはさすがに高性能なだけあって、アプリの起動やブラウジングなどがサクサク動いてとても快適です。動画も処理落ちせずに見られるので、普段使いで困ることはなさそうです。次はお絵かきアプリのクリップスタジオを使ってみます。メインのモニターとお絵かき用の液タブの2画面で作業してみましたが、特に処理落ちせずにサクサク描けました。メモリが 32GB もあるので、レイヤー枚数を増やしたり、他のアプリで資料を表示しながら書いてもアプリが途中で止まることなくお絵かきできました。動画編集の時もメモリが 16GB 以下のパソコンだとアプリが止まることがあるので、メモリ容量が多いのはとても助かります。試しに動画編集アプリの Adobe Premiere で YouTube の動画編集もしてみましたが、いつもやっているフル HD の動画編集なら特に問題なく編集できそうでした。 SD カードスロット付きで撮影した動画
を簡単に取り込めるし、ストレージが 2TB もあるのですぐに容量不足で困ることもなさそうです。ゲームも軽めのものなら特に設定を変えなくても遊べました。ただミニパソコンは本体を冷やすファンが小さめで発熱しやすいので、高画質なゲームや 4K の動画編集をしたい人は別売りの外部 GPU をつけてパソコンへの負荷を減らした方がいいかもしれません。ファンはずっと回っていて、パソコンに負荷がかかると音が大きくなるので、静かに作業したい人は離れたところに置いたり工夫すると良さそうです。ここからはイラストのメイキングをご覧いただきながら、この製品のいいところ、気になるところを話したいと思います。いいところ一つ目はミニパソコンなのにとても性能が高いところです。ミニパソコンは安いけど普通のパソコンよりも性能が低いイメージがありましたが、このミニパソコンはかなり高性能で、お絵かきやオフィスワークがとても快適にできました。いいところ二つ目はミニパソコンなのに拡張性が高いところです。お絵かきや動画編集などのクリエイティブな作業をすると時はたくさんのモニターや周辺機器をパソコンにつながないといけないのですが、この製品はモニターを4台も接続できたり、オーディオインターフェースや液タブなどいろんな機器を普通のパソコンと同じように使えました。裏蓋を開けるとストレージも2つ追加できるので、大容量の SSD を追加すれば容量不足で困ることもなさそうです。 USB4 が付いているので外部 GPU でグラフィック性能を上げられるのも嬉しいです。モニター裏の左側が開いていたので試しに外部 GPU を買って取り付けてみましたが、グラフィックの性能が大幅に上がって高画質なゲームも快適に動くようになりました。ただほとんどの作業はパソコンだけでも十分快適なので、普段は節電のために外部 GPU の電源はオフにしておこうと思います。いいところ3つ目は普通のパソコンよりも電気代が安いところです。高性能なゲーミングパソコンは100から300ワットくらい電気を使いますが、このパソコンは少ない時は10ワットくらいで、多い時でも100ワットくらいなので電気代を節約したい人にも良さそうです。次にこの製品の気になるところですが、日本で発売されたばかりの製品なので長期間使用したレビューが少なく、製品の耐久性やサポートが不明なところです。キーコムは日本語の公式サイトがあって、問い合わせも24時間以内に返事をもらえるらしいのと、保証期間も1から3年と長めなので、他のミニパソコンメーカーよりも日本語のサポート体制はしっかりしてそうですが、海外メーカーなので家電量販店のような対面のサポートはできませんし、モニターやマウスなどを買って自分でセッティングしないといけないので、すでにパソコンを使っている人向けで初心者の人にはあまり向かないと思います。安いミニパソコンは Windows のライセンス認証がうまくできなかったり、新品なのに使用歴があるなどの口コミも見かけますが、今回レビューした製品はちゃんと Windows のライセンスが OEM で、 SSD の使用歴なども特に問題なさそうでした。価格はこの動画の撮影時点で10万円くらいなので、性能の高さを考えると安い方だと思います。 Core i5 のモデルだとさらに安くて7万円くらいなので、そんなに高性能じゃなくてもいい人はそちらでも良さそうです。この製品を使ってみた感想ですが、個人的にとても気に入りました。普通のパソコンと同じようにサクサク使えるし、デスク周りもすっきりして電気代も節約できそうなので、しばらくメインのパソコンの代わりに使ってみたいと思います。高性能なミニパソコンを探している人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。期間限定の割引クーポンもいただいたので、購入される方は使ってみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。